FC まわりの金井が行かないと。皆さんこんばんは。 FC まわりの金井が行かないと、パーソナリティの金井良一です。この番組は今治市に本拠地を置く FC まわりの金井が楽しく選手やスタッフ、その他ゲストをお迎えしお送りするはちゃめちゃでラフな番組になっております。前回は背番号5番照山隼人選手、背番号15番武井誠吾選手に出ていただきました。まあ彼らなんで出たかっていうと、まあ出てもらったかというと、まずはね副キャプテンになったっていうところでね、彼らの口から、まあ、どんな思いで、今シーズン戦っていくのかっていうところで、まあ、キャンプ中だったっていうところもあって、まあ、キャンプのコンディションの状況だったりとかチームの状況、まあ、副キャプテンになったっていうのは2人ともなんか感覚的にほんまに俺でいいんかみたいなことをね、そんな反応をしてくれました。前回の放送を聞かれてない方はぜひ FC 今治 YouTube チャンネルから、ご視聴ください。さて今回もゲストを交えて放送していきます。今回はですね、新加入のお二人に来ていただいております。じゃあ早速2人とも呼び込みたいと思います。背番号29番松田涼雅選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。もう一方、背番号44番伊藤源太選手、お願いします。お願いします。ちょっと僕も今日初めてやからちょっとね緊張感あんねんけど、もう2人とももう余裕感もう丸出しやから、いや全然もうラフな番組やからもういろんなこと喋ってほしいなと思うんですけど、まあ、2人ともまずは僕の口からというよりも簡単に自己紹介をしてもらいたいと思うんで、じゃあもう涼雅って呼んでいいですか。はい、お願いします。源太って呼んでいいですか。ダメ、ああダメ、ちょっとバーッだな。じゃあちょっと涼雅からちょっと自己紹介お願いしていいですか。なんて言ったらいいですか、ね、まあ名前と、まあ、ポジションと、はい、まあなんか頑張ります。29番フォワードの増田涼雅です。今年1年よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ源太もいいですか。はい、背番号44番ゴールキーパーの、伊藤源太です。愛媛県出身です。お願いします。お願いします。そっか、愛媛出身やもんね。はい、生まれ育ち愛媛。はい、18年間松山市で。そっから松山工業を卒業してヴィッセル神戸に移籍したということで、涼雅、はい、は東京出身なんだっけ。はい、東京出身で日本体育大学卒業して、FC まわりという感じ。こう2人とも FC まわりに来たきっかけみたいなのはどうなん。涼雅はなんかきっかけはどういうきっかけで入団してくれたの。きっかけっていうか本当まあ全然決まってなくて、で11月ぐらいの練習に小原さんが見に来てくれて、まあそこでお話をいただいて練習参加して、すぐにもうオファーがあって、でも即決。即決で。そうね。それ11月に小原さんが学校に来たってこと。学校の練習。そうですね。あ、そうなんや。じゃあきっかけっていうか、それまでなんか見てたのかな、なんか試合とか、試合とか、まあ、YouTube でも大学の試合配信されてるんで、まあ、そういうの見てくれてたのかなと思うんですけど、なるほど。もう話もらった時どんな感じだったの。もうなんかちょっと焦ってた、そのなんか11月ぐらいで進路決まってないみたいな。そうですね、なんかまあ結構焦ってたっちゃ焦ってて、でも急にその小原さんが見に来てるっていうのを知らなくて、はいはいはい、練習してて終わった後に呼ばれて、うんうん、急にお話もらったんで、うんうん、何が起こったか分かんないっていうか、うんうんうん、実感が全然分からなくて。なるほどね。そっからでも練習参加した時の感触とかどうやったの。なんかいけるみたいな。まあいけるっていうのはなかったですけど、うんうん、まあ、自分のストロングのところで言ったら、うんうん、まあ通用はするのかなっていうふうに思って、うん、そこだけは自信持ってやってました。なるほどね。そこでもう話オファーもらってもう行きますという感じで来てくれたって感じで、はい、なるほど。源太はきっ
かけは？きっかけは、うん、やっぱ、まあ、地元である愛媛県のクラブ、うん、チームで、うん、やっぱプレーができる、サッカーができる、うん、でこれほどの幸せはないかなっていうか、うんうんうん、ってのと、やっぱりあとはもう僕の大先輩である中野圭さんがずっと僕のことを、うん、あ、そうだね、はい、あのちょくちょく神戸と今治練習試合やってたと思うんですけど、うん、やってたね。でその時にもあの K 君から源田最近どうとか、うんうんうん、めちゃめちゃ聞いてくれてて、なるほど、ね、で今回オファーいただいたんで、うん、でも断るのにはちょっと、なるほどね、はい、だいぶ K をなんか K のおかげというか K がきっかけみたいなところもあるんや、やっぱり。そうですね、やっぱ僕のことずっと見守っててくれたというか見てくれてたのかなっていう感じです。なるほどね。まあ先輩、まあ、そうか、松高の先輩であり、まあ、去年ねもう一人なんか、あ、まあ、あの岡田慎二っていうのがいたよな、はい、あんまあそこはあんまりきっかけが、まあ、関係ないな。あいつはもう慎二君は僕が工業の時に、うん、あの何でしたっけ、あのなんか体育の先生って教育実習ね、あ、そうです、教育実習で来てくれて。なるほどね。でその時2週間ぐらいずっとも僕もその知ってたんで、その時から新次君のことを、はいはい、めちゃめちゃ聞いてました。あ、練習で、はい、そっか、同じポジションやしね、はい、キーパーというポジションやし。なるほどね。今じゃあ今治入団してくれてどうすか、約1ヶ月ちょっとぐらいかな、1ヶ月ぐらいなのかな、なんか今治の街慣れたとかチームメイト慣れたみたいな、寮はどんな感じなの？僕自身人見知りなんで、うん、最初全然誰とも関わらないでやったんですけど、うん、まあ、徐々に喋れるようになって、はいはい、でまあ、今治の街とか風景も全然東京とかと比べて景色めっちゃ良くて、うん、島がいっぱい見えてすごいいい環境だなって思います。うん、最初なんだ、そのもう人見知りでもうずっと一人おったの。もうあんま喋らんと、まあ一人でも緊張するな、そのなんか先輩たくさんおってね、同級生のゲントが助けてくれたのにな。ゲントほったらかしちゃったの。ええ、これあの亮が怪我してて、あ、でそれでなんていうの、こうやっぱフィールドピッチに出て、うんうん、こうなんか、あ、ゲンタさっきのこうでこうでってなったら、はいはい、こうなんか話のリズムとか会話でなんかどんどんこう他の話もいけるけど、亮太に関しては怪我しとって、ね、ほぼ怪我人とトレーナーとしか話してないです。あ、なるほどね。そうかね、はい、じゃあもう、もうキッさん友達みたいなもんか。そうです。最悪やな。なるほどね。最初にさ、なんかこう話、今は多分だいぶ慣れてきたと思うけどさ、はい、なんか最初話かけてくれたとか、なんか最初の印象とかどうなん、印象というかなんか覚えてることとかある？最初けど、うん、やっぱ練習参加来た時くらいもテルがよく喋ってくれてて、だからテルはちょくちょく喋ってくれてたんです。テルって同級生？同級生。あ、同級生、はい、なるほどね。ゲンタはどう、慣れてきたしって感じ？今治の街とかはどんな感じ？サッカーもそうやし、今治の町は、うん、なんていうの、その桜井海浜公園とかは結構、うん、行ってたんや高校の時に、はいはい、そのあっこも人工芝あるじゃないですか、うん、あっこで県リーグとか、うんうん、あ、中学校の時にやったりとかもしたし、ね、でもなんかこういう町をなんかこう歩くというか、その、うんうん、ご飯食べに行くとかはやったことなかったんで、うんうんうん、まあちょくちょくこう道も覚えてきてるって感じですかね、今のところは。なるほどね。え、ゲンタは人見知りあんまないん？もうこの通りですね。この通りか。全然ないです。なるほどな。はい。じゃあ、あの、来た時になんか、なんていうの、そういう緊張感ももちろんあると思うけどさ、もう結構自分から話しかけたりとか、そういうの結構やったん？そうですね。もう基本僕はなんか、まあ、最初はなんか、あ、よろしくお願いしますみたいな感じで。うん、言ってるんすけど、まあ、どんどんそのサッカーとかこう数をこなしていく上で、まあ、今はもう三河堂さん、三河さんが隣、ロッカー隣なんですけど、もう今嫌がられてます。いや、もう喋りすぎて、はい、うるさいって。はい。なるほど。え、ここはじゃあさ、めちゃめちゃあの正反対ってことだろ、まあ、正反対というか、まあ人見知りで、どっちかって言ったらガンガンあの喋っていけるタイプなの。はい、ここは結構仲はどうなの？いや、もうマジで
や最近涼牙がそのピッチ出てきたから、うん、あれですけど最初同い年ってのも知らんくてああそういうことねマジもう最近っすね本当に。あなるほどな、はい、いやまだ2人、まあ、これからやと思うけどなんか誰と飯行ったりとかするの？え、涼牙とか飯行ったりするの？誰か飯、リキとしか行ったことないですね。あ、そうなんや、はい、リキ仲いいんや。寮一緒なんで。あ、そっか、はい、しかもな、まあ、怪我のもしかしたらリハビリを一緒やったかもしれない、はい、なるほどね。ゲントは？僕はそう、まあ、3分の1ぐらいちょっと俺は行ったんじゃないですかね。あ、ほんま、はい、結構行ってるやん、はい、で最近ミカさんとかめっちゃ誘ってるんですけど、うん、全然行ってくれない。もうわかんのじゃんまだ出だし1ヶ月やねあ、そう。でもゆかさんはその時めっちゃニヤニヤしてるっす。あーちょっと嬉しいよ。あ、そうっすあれ絶対嬉しいな、喜んでんな。なるほどな。え、プレーの面ではやっぱり環境とか、やっぱり大学のサッカーの環境とやっぱりね、まあ、神戸とか草津とかいた環境ってやっぱ全然ね、まあ、まあもちろん選手が変わったらいろいろ環境も変わるし、スタッフが変わったら環境も変わるけど、環境の変化になんか戸惑ったり、どう？寮とか戸惑ったりとかある？そういう逆にワクワクでもいいんだけど、うん、まあけどいいスタッフの人たちがいて、うん、いいトレーニングができて、うん、でまあ、自主練にも付き合ってもらえて、うん、まあ、大学の時はまあ自分でやるしかなかったんで、うん、まあ、いろいろサポートしてもらえるっていう点ではすごいありがたいなって思ってます、うん、そうやな、まあ、学生とプロじゃ全然ちゃうもんな。え、源太はどう、まあ、神戸にいて草津にいて今治に来てっていう感じで、まあクラブによってまあもちろん関係も違うし色も違うと思うけど、今よりもうだいぶ慣れてる感じ、なんかた、まあ、あそこの方が良かったなとか、まあ、言い出してきりないと思うし、まあ、今ある環境で全力でやってくれてるのを理解し、まあ、もちろんするけど、なんか変化とかに戸惑ったりとかある？そうですね、最なんか群馬の時は結構感じたんですけど、うん、今はあんまり感じてなくて、うんうん、なんかその選手一人一人がすごいなんか自分にベクトル向けてすごい取り組んでるなとか、うんうん、そのみんな楽しんでやってるなっていう感覚がすごい見えてて、ね、うんうん、僕は今プレーしててめちゃくちゃ楽しいですね。なるほどね。個人のコンディションとかはどうな？僕自身ですか、うん、僕はいいです。いい感じ？はい、いい感じ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 です。リョウはどう、まあ、怪我スタートやったかもしれんけど、はい、今どんな感じなの？コンディション、まあなんか結構やばいですね。ああそう、はい、まだまだちょっと全然足りないなって感じです。なるほどね、はい、まあ、徐々に、まあ、そういうのもね、こうやりたい学生上がりとかっていうか環境変わってやりたい気持ちとやっぱり体と反応が違ったりするから、やっぱり徐々にね、あのスタッフたくさんおるからね、はい、相談しながらやと思うけど、あの今たくさん質問ももらってて、じゃあちょっと質問いきたいと思いますね。じゃあ、あ、なるほど。ラジオネームのモッチーさん、金井さん、伊藤選手、涼牙選手、こんばんは。伊藤選手44番、増田選手29番の背番号をつけられてますが、どんな思いが込められていますか？また声出し応援が可能になりましたが、両選手が試合に出た際など何と呼ばれたら嬉しいとか分かりやすいとかありますか？教えてください。これから存分な活躍期待してますというメッセージです。なんか背番号に何かある思いみたいな。両はどうなん？僕はなんか選択肢があった中で29番っていうのがあって、うん、大学の時につけてたのが29だったんで。あ、そうなんや。でもそのまま29番でいこうかなっていう。なるほどなるほどなるほど。健太は？僕はその背番号決める時に、うん、結構悩んでて、うんうん、でその僕は神戸の時にすごい、うん、あ、ま、今回のオフとかも、うん、あのずっと神戸いたんですけど、うん、その時にもう神戸の親父みたいな人がいて、うん、はいはい、その人ずっとその神戸の時に助けられたりとか、そのいろんなこと学んだりしたんで、うん、その人の誕生日4月4日で4日にしました。ああ、そうなんや。どんな、そのどんな助けられたの？そのえ、それ一般の方？あ、まあそうですね。あ、なるほど。でその神戸の選手とかがあのステーキハウスのオーナーの方なんですけど、その方にもういろいろその人生のアドバイスだったりとか、なるほどね、僕がそんななんていうの、
メンタルとか落ち込んでる時とかに、うん、お前それはあかんぞとかちゃんと言ってくれる人で、うん、本当にもう神戸の親父みたいな感じの人ですね。選手同士にはなかなか言えないこととかも相談したり、なんか選手同士だったらさ、なかなかこう自分の弱みとかをさ言うの難しい、まあ、言える人もいるかもしれないけどさ、そういう一般の方々に意外にこう人生の悩みとか聞いてもらう人が俺もおんねんけど、うん、まあ、そういう一人ってことやんな。そうですね、その人の気持ちを背負うわけじゃないけど、まあ、その人にお世話になったしみたいな流れ。そうですね、なるほどね。もう父親も母親もなんか合わないんで、あのゴロっていうんですか、その、ああ、はいはいはい、そう、誕生日とか1月1日とか、まあ11とかでもよかったかもしれないですけど、いなかったんで。なるほどね、はい、あ、なるほど、面白い。こういうの聞かない方分からへんから。なるほど、ありがとうございます。まあ、声出し応援になった時に何と呼ばれたら、声出し応援なんやけど、何と呼ばれたら嬉しいとかありますかみたいなのは。どう、りょうが、そのままりょうがって言ってくれたら嬉しいです。元太は神戸の親父みたいな。いや、それは僕じゃないですね。あ、そっか、ちゃうか。僕ではないですね。そっかそっか。まあ、元太でも、うんうん、そうやんな。そうですね、まあ、元鶴とかでもいいです。元鶴やん、今最近選手の中で僕元鶴になってる。なんでね、なんで元鶴って言うの。ラインが元鶴、ラインの名前元鶴なんで。あ、そういうことね、はい、なるほどね。ゲンツルって言う人も、まあ、いたらちゃんと振り返ってな。もうそれはもうパン行くっすよ、それは。もう首痛めんといてな、パン行って180度行くっすよ。いや、めっちゃ回すやん。めっちゃ回すやん。あ、じゃあ続いて私も行かないとさんからありがとうございます。今治に来てしてみたいことありますか。お二人の活躍めちゃくちゃ期待しますというメッセージですけども、今治に来てしてみたいこと、じゃあこれゲンとか。うわ、アウトドアス、あ、まあ山あって海あっていろいろあるから、え、どんなんしたい。なんか釣りとかさ、山登るとかさ。もうどっちもですね、キャンプもしたいし、うん、はいはいはい、釣りはその釣り竿とか持ってないんですけど、うんうん、結構釣り好きな人とかいる、うんうん、身近に親戚とかで、うんうん、はいはいはい、だから釣りとかですかね。なるほどね、はい、え、今まではその神戸とか草津にいるときにそういうなんていうかな、アウトドアとかやったりしてたの。群馬の時にキャンプとか連れてってもらったりして、うん、その時はいいなと思ったんで。なるほどね、はい、なるほど。亮は。僕も被っちゃうんですけど、うんうん、まあ、結構 YouTube とかでキャンプの動画とか見てて、はい、うんうん、ソロキャンまでは行かないですけど、一、うんうん、人でそういうとこ行って、うんうん、ご飯作ってゆっくりして帰ってくるみたいな、うんうん、それがしたいです。それやっぱ一人なんや。誰かと行きたいとかない。一旦一人で行ってみたい。一旦一人な。ちょっと緊張するし気使うからな。そうです。あと、まあちょっと自分でちょっとできるようになってから、はいはい、はい、おもてなすみたいな ね。最初から元太みたいなうるさいとったらちょっときついもんな、二人やったら。元太やったらいいんじゃないですか。元太やったらいいんじゃないですか。元太やったらいいんじゃないですか。いいや、俺。今あかんって言われるまでなす。で、おいって言うことだけど。いや、優しいわ、だからそういう。え、そもそもなんか趣味みたいなのはあるの？その、これから今治ではこうキャンプやったりとかアウトドアやりたいみたいなのあるけど、りょうは普段何が好きなの？東京おるときに、うん、趣味っていうよりもなんかどっかの駅降りて、うん、そっからフラット散歩して、うん、いい店見つけたら入って、うん、みたいなはよくしてました。あ、そうなんや。そういうのは結構いけるやん。なんかさ、一人で入るの結構むずいわみたいな、そんなんあんまないやん。とりあえずいいなと思って入れるもん。そうですね。あ、それはすごいわ。え、すごいすごい。え、元太は？僕はゲームですね。あ、なるほどね。じゃあキャンプ中もずっとゲームやってた。それは多分電波通ってないんで。あそこはな。そうです。あそこはな。なるほど、ゲームすんねやん。そうですね。もう、その神戸の時は全然やってる人いなくて、あ、群馬の時とかにそのチーム、あの、そのサッカーのチームメイトとかとやってましたね、はいはいはい、あ、そうなんや。今治にも結構いてるんで、うんうんうん、もうやってます今治の人と、ね、じゃあもう 今ってか趣味ゲームやけど真逆というかアウトドアやりたいんや両方、まあ、そういうのそういう意味では趣味とかそういうの多いんや。そう、多いというかやってみたいも合わせると、うん、いろんなことに好奇心持つタイプ。あ、そうかもしれないですね。なるほどね。
人と話すのが結構好きなんで、はいはいはい、ゲームとかも通話しながらやったりとか。ああそういうことね。僕はそのキャンプとかソロキャンとかは多分逆に無理。あみんなとちょっとワイワイ、はい、ちょっと雑めなキャンプ、ガチキャンプじゃなくて、はいはいはい、そういうのがやりたいな。みんなでなんか楽しくみたいなのがいいってことで、ね、はい、喋りながらね。そうですね。なるほど。じゃあもう全然チャンネルもう一人一人めっちゃでも一人でやったらハマりそうやな。そうでもない、なんか これって決めたことに、はい、なんか没頭するタイプ。あそうですね。もう一回ハマったら、うん、もう行っちゃう、行き切るぐらい行っちゃいそう。あそう、はい、現在もう飽き性やろ。あ飽き性かもしれない。あそうだ、当たってんねや。だからもうだからこそ形から入りたいタイプです。あそれよりも揃えて、うん、お前は絶対これやらなあかんぞっていう、もう自分に使命させる。それやったらやれる。それやったらやれるっす。あ、ほんま、はい、キャンプ道具一式買って一回やってもうあかんわみたいな。あ可能性はあるっすね多分タンスの奥にあるっすねあるやん、まあ、形から入りたいもんなるほどな、はい、いやでも分からんでもないわ。でも逆にさ量がとかやったらもう形もあれやけど並行してちゃんとやりそう。なんかやりたいのとやりながら道具揃えてとかなんかそういうのはなんかやりそう。うまそう。そういうの一番できないですね。できひんねや。はい。じゃあどうすんの、形から入るの。僕も形から入ってお前もかいいやつ揃えてこれやったらやれるなみたいな状況作ったら僕もいいです、ね、でも街ブラとかやったらさあんま計画なくてパッて入ったりするわけでしょ、はい、なんか計画となんていうかなまあ、形から入るって言ったら例えば街ブラでカフェ入るってなってもあそこの店行こうとかじゃなくてふらーっと行って入るやん。そういう時はそうですね。あそうなんで結構いい店見つけるのそういうので。もうたまに。じゃ結構外れてるやん。たまにあるたまーにありますけど。うわそう。じゃあ今治でも街ブラしたら結構カフェもあるし、はいはい、ぜひなんかおすすめ。多分選手もいっぱいしてるからコーヒーとか好きやったら2人ともコーヒーとか飲む。飲まへんのかい僕は飲みます。あ飲む、はい。そうやんな。だからえじゃあ街ブラで店入るときって何で入るの。ショップ。だから買い物、雑貨屋さんとか。ああなるほど。あそういうの好きなんや。そうですけど甘いもんも好きなんでカフェとかも入りますけど、はいはいはい、コーヒー目当てでカフェはないです、うん、ああないんや。どっちかってコーヒー目当てのとこあらへん。ここあります。そうやんな。最近その深入りとか浅入りとか、うんうん、その酸味とか、うんうん、コクっていうかなんかよく分からんですけど、うん、それがだんだん分かってきてるんで。めっちゃ飲んでるやん美味しそう。はい。だから結構そのそうですね、コーヒーうまかったらリピりますね、うん、ああ、うん、なるほどね。量はもう雑貨やもんな。そうですね。いいやん。いい。なんか2人ともなんかちょっと印象が多分印象というかいろいろ多分このイカナの皆さんこれラジオでリスナーイカナって呼んでるんだけど、イカナの皆さんはお二人のこと徐々にちょっと分かってきてくれてるかなと思いますけども、ラストぐらいいこうかな質問。あラジオネームアスチンさんから、今までに来てくれてありがとうございますと。お二人はどの選手と仲がいいですか。宮崎キャンプで仲が深まった選手いますか。キャンプで仲深まった選手どう。ゲンタどう。僕同部屋が、うん、山田選手、山くんで、山くんはあの定人 SS で先輩だったんで。あ、定人なんや、はい、で山くんもその、なんていうんですかね、うん、あんまりそのピッチで話すことなかったんですけど、うんうん、やっぱ同部屋で、うん、今日絆は僕は深まったといや、それみかんの時と一緒ちゃう。そうですね、もしかして勘違いしてる可能性もあるっすいや、でもだいぶ会話とか結構して、なんか、はい、関係性というか、なんか深まったりとか、いろんな話とかできてんね。はい、なるほどね。亮は僕も同部屋で、ミ、う、カ、ん、さん同部屋やって。あ、そうなんや。ロッカーも違ったんで、それまで話したことなかったんですけど、うん、あまあ、そっから、はいはい、めっちゃ仲良くなったかって言ったら、それは分かんないですけど、まあ、けど、うん、いろんなこと喋って、はい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 、いじってもらって、うん、まあ、それぐらいの関係性にはなりました、ね、うん、なるほどね。じゃあもう、まあ、ケンタよりはもしかしたら、あの、仲深まってんじゃん。どう？私、ケンタよりかは、
言ってるかもしれない。これ知らんぞそれ。なるほどね。じゃあちょっとそろそろちょまだまだ行きたいところだけども、質問もたくさんありがとうございます。全部読めなくて申し訳ないんですけども、しっかり読んでますんで、また引き続きメッセージいただきたいなというふうに思ってます。じゃあ最後にお二人から、イカナーの皆さんにメッセージをいただきたいなと思うんですけども、じゃあどっちからいく？じゃあ量は めっちゃ合うから。メッセージですか？まあ見てくれてる人は、ファンサポーダーだったりとか、いろんな人が見てくれてるから、なんていうかな、意気込みだったりとか、頑張りますって感じで、今までそういうサポーターの人とかに応援してもらうっていう立場ではなかったんで、新鮮な気持ちではあるんですけど、いつも通り自分のやれることやって、チームの勝利に貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ源太お願いします。はい、いつも練習から見に来てくれてる方とか、その方がイカナにおるかどうか分かんない。いや、おる。おるっすか。おる。信じてる。じゃあイカナの方々が見に来てくれてるのは本当に、僕らも元気づきます。相当やる気にもなってるんで、ぜひ、新スタジアムの、里山スタジアムにぜひ、足を運んでいただいて、僕らのことを応援していただけると、幸いです。はい、ありがとうございます。2人ね、新加入で今年から入っていただきましたけども、ぜひ29番と44番のユニフォームをね、ぜひ買っていただいて、スタジアムでたくさん応援していただけたらなというふうに思ってます。今回ね、選手、チェキ写真にサインしたプレゼントですけれども、2名の方にプレゼントしたいと思います。ラジオネーム源子さんと、私もイカナビさんの2名になります。おめでとうございます。次回の出演者はまた追って、連絡したいと思っておりますので、またメッセージお待ちしてます。どうぞよろしくお願いします。それでは次回もお楽しみに。今日は伊藤選手、松田選手、ありがとうございました。ありがとうございました。Cool.